朝おしっこに起きるとジュージュー台所おいしそうな音がする。まだ時計は6時半今日は遠足だからよく眠れなかったよ。バスに乗り込んで友達と遊んで走り待った日の時間大人になったけど僕の胸の中は今でも夢で溢れてる。誰かが同じ笑顔で言う諦めなさいと言いたいことは分かるけど、ここでやめたら僕じゃなくなるから、最後までそうと決めた。叫びたいぜ。